回転回転は大きさを持たない点、または大きさを持つ物体がある点を中心としてあるいは直線を軸としてあるいは別の物体の周りを回る運動。この点を回転中心、この直線を回転軸という。回転中心や回転軸が回転する物体の内部にある場合を特に自転という時もある。まさに運動している状態を指す場合も 運動の死状態から終状態への変化や移動を指す場合もある。前者の意味を強調したい場合は回転運動ということもある。転じて、資金などの供給、サービス業の客の出入りなどを交渉する場合がある。物理的、または数学的な文脈での回転とは、特に断らなくとも、回転中心や回転軸から回転する点への距離が一定の運動、つまり、 円運動を指すことが多い。また、回転した点の軌跡が円の一部である円弧の場合を指すことも多い。これらの円や線形の半径を回転半径という。回転の軌跡である円弧の中心角、すなわち回転中心から回転する点の始めにおける位置へ引いた直線と終わりにおける位置へ引いた直線とのなす角を回転角という。 単位時間あたりの回転角を、その回転運動の角速度という。回転半径と角速度が一定な回転運動を、等速円運動という。特に断らなくとも、回転という言葉が、等速円運動の意味に限定されていることも多い。一つの平面内の等速円運動の回転の向きは二通りが、可能であり、どちらかの向きの回転の角速度を正と定めた方を、 ふと定めれば可能なすべての回転を政府の実数で定めた角速度及び正の実数値をとる回転半径の長さ及び回転中心の位置で指定できる三次元空間内ではさらに回転の軌跡を含む平面を指定しなくてはならないこの平面を回転面または回転平面という三次元空間内の回転の角速度は 回転平面に垂直で平面内で定義した角速度の大きさに比例する大きさを持つベクトル量として表すことができる。このベクトルの向きは二通りが可能だが通常の定義では右ネジを回転方向に回した時にネジが進む方向を角速度ベクトルの向きとする。こうして三次元空間内での可能なすべての回転は三次元ベクトルとして 定義した角速度と回転半径と回転中心の位置で指定できる。角速度や回転半径が変化するような回転運動は瞬間的な無限小の等速円運動の連続したものとして表せる。これらの等速円運動の回転中心はそれぞれ異なるので一般的な点の回転の軌跡から唯一の回転中心を特定することはできない。 糸に結んだ小石の回転や惑星の光点のように中心とみなせる物体が存在する場合はその中心物体の位置を回転の中心とみなすことが多い。力学では物体の運動はその重心の運動でモデル化でき物体の回転運動とは物体の重心の回転運動を指すことも多い。その詳細は円運動を参照のこと。 物理学で物体の回転を扱うときは、その変形は無視して扱う。つまり、物体を合体として扱う。合体の運動は、その重心の運動と、重心を回転中心とした合体の回転に分解すると、取り扱いやすくなる。合体が回転しているとき、合体内の各点はすべて同じ角速度で、回転しており、この角速度をこの合体の回転の角速度と、 定義する。また、交代内の各点の回転中心は一本の直線上にあり、この直線を交代の回転の回転軸という。交代に何の力も働かなければ、その重心は完成運動を行い、重心を中心とした回転の各速度は変化しない。交代の回転運動についてのさらなる詳細は、オイラーの運動方程式を参照のこと。 交代の始めの状態から一定の回転角だけ円。運動した終わりの状態への移動も単に回転といい、数学的文脈での回転はこの意味であることが多い。この意味の回転は途中の経路は無視しているので円運動の向きとしては逆回りとなる回転角 θ の回転との回転とは同値である。また一般に n を政府の整数として 回転角の回転はすべて同値である。線形代数学において回転とは内積が定義された実線形空間における線形変換であって、その表現行列が直行行列かつ行列式がプラス1であるものを言う。応用上はユークリッド空間における回転が重要である。回転の定義を素朴に表現するならば、 回転中心と呼ばれる固定点から各点への距離を変えず、点同士の相対的な位置関係、すなわち距離と向きをも変えない変換であるということになる。回転中心を原点とする座標系を考えると、これらの定義は同等である。実際、表現行列が直行行列であることが、二点間の距離を変えない、すなわち合同変換であることを意味し、行列式がプラス1であることが、 向きを変えないということを意味する。直行行列の行列式はプラス1かマイナス1であるがマイナス1であるものは向きを変えるのであり、そのような合同変換の例として鏡縁が挙げられる。三次元、ユークリッド空間における回転は回転軸と呼ばれる固定直線からの距離及び点の相対的な位置関係を変えない変換と定義されることもある。しかし、 ある一点からの距離を変えない変換は、そのような軸を持つことが証明できるため、どちらで定義しても同じである。一般に、奇数次元、ユークリット空間における回転は、回転軸を持つ。回転の方向は、時計の運針方向を基準に時計回り、反時計回りあるいは、右回り、左回りなどと称される。物理的な説明は、円運動を、分子運動については、 回転順位を参照。長倉三郎ロー他編、岩波理科学実典第5版、岩波書店、1998年2月、ISBN40 億80万906。ありがとうございます。